はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。さあ、あ、これはそっか、あ、上に戻っ、あ、そうだ、さ、下に戻ってきたんだね。出口なかった？あ、出口ないんだ。あ、そうなんだね。へえ。はい、で、ここで移動。お、誰かいる。神は魔王に敗れる前にある英雄をどこかへ封印したと伝えられておると。おそらく敗北を悟った神は最後の力を使ってその英雄に未来を託したのじゃろうってと。うわー、きっとまたイドマジンだ。まあ前回戦ってからね。あ、マリベさんもう何も喋ってくんない。もうこうなったら私はスカラ役だね。あ、私ショック受けちゃった。ショック受けたら一旦何もできないんだね。え？あら？そんな大したことないの？メラミがあったら。おや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 。何これ、えらい子ですね。おお、これか。ああ、これだったのか。一枚足んないのはね。ということはこれで多分私はいけるんですよね。これは入っていけない。これで多分一箇所いけることになったと思いますよ。ただもうちょっと戻ってやっときましょうね。これは何屋さん？よろず屋。おう、あ、チェーンクロス、アサシンダガー、鉄の鎧を持ってね、亀の甲羅、あ、ホワイトシールド、おお、魔法の盾、鉄仮面、これ鉄仮面が鉄仮ヌンに見えちゃうんですけどね、私ね、おお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 、まあもうちょっと我慢しよう。あ、売れるわ、売ろう。旅人の服売りましょう。海賊の服すごく高く売れるね。ユニークだったら困るから持っときましょう。よいしょ。あ、派手な服、派手な服、もう刃のブーメランいらないよね。あ、ちょっと待って、刃のブーメランは、刃のブーメラン置いときましょう。で、袋、銀の髪飾り、でシルバートレイね。で、そんなもんかな。うん、祝福の、安いね、祝福の杖。そんな安いの ?315 とか書かれてましたけどね。レニコラのご先祖様ってのはすごいお方だったらしいよ。なんでも彼のご先祖様は伝説の英雄とともに魔王と戦った騎士様だったって話だからね。おお、そうなんだね。ここはメザレ、神の兵の末裔です。うん。あら、飲み屋さん、あ、これか。ニコラよ、未だに英雄が目覚めないのはこの世が平和だからじゃねえのかと。違う、そうじゃない。神が英雄を封印したのは魔王に支配されるかもしれない後の世を案じてのこと。神が後の世に生きる僕らのために英雄という希望を残してくださったんだ。ならば本当の平和は英雄を復活させて初めて訪れると思わないかと。俺はそうは思わないぜ。何一つ争いなどない世界は平和そのものだろと。お前の言葉を信じる奴はこの村に一人もいねえよと。たとえ魔法の絨毯をもらえたって俺は英雄探しなんてごめんだねと。ああ、魔法の絨毯を渡したのは英雄探しなんだね。あ、間違えちゃった。なんでニコラがご先祖様の昔話にこだわるのかさっぱりわからねえな。今は大昔と違って平和そのものだってのよと。もう反対する者はいないんだ。ニコラも思い切って英雄を探しに行けばいいんだよと。ニコラが旅に出るのを決して許そうとしなかった親父さんももう亡くなっちまったんだしさと。あ、あ、これ、あ、これは何関係ないのかい。あ、ただの
ただの水屋だったのか。さあニコラさんに会いに行きましょうか。あ、いたね。うるさいなあ、もう今は英雄を復活させることで頭がいっぱいだってのに。と、いやいや、その格好はもしあなた方は冒険者なのでは。うん、その通りですよ。と、おお、やはり皆さんは経験豊富な冒険者と見込んで、一つ頼みがあります。まずは僕の後についてきてください。と、ん、後についてこいって言われたのにどこ行ったんだ。後についてこいって、あ、いたいたいた、あそこか。皆さんこっちです。急いでついてきてください。急ぐのかい。おい、困ったな、困ったお人だ。うん、ここに何かいるように見えたんだけど。あ、いないね。ちゃったちゃった。あ、階段がある。お、今階段が見えたよ。え、 あ、 あったあった。え、あ、こっちからしか行けないのか。ニコルさんこっちから行ったよね。お、はいはいはい。ニコラさん混んでるな、手が。なんでここで見えるのか、石板が。なるほどね。おお、ああ、教会の裏こうなってんだね。んで、おお、階段があって、おお、おお、宝箱。わざわざ来てもらったのは他でもありません。封印された英雄のことです。と、皆様冒険者なら神に封印されて英雄の話くらい耳にしたことがありますよね。ここで初めて耳にしましたよ。神は魔王に敗北する直前に自らの手で最強の英雄を封印しました。自分が敗北した後、魔王に対抗できるのはその英雄ただ一人になるからです。滅びゆく神によって未来を託されたその英雄は復活の時を待っているはずです。こんな平和な時代に英雄なんて必要ないだろうと、そのように言う人もいます。だけど僕は神の兵の子孫として、どうしても英雄を復活させたいんです。そこでお願いです。これに乗って英雄を探し出し、そして復活させてください。この魔法の絨毯があればどんなところだって行けるはずです。どうか魔法の絨毯を役立てて封印された英雄を復活させてください。うん、これ選択肢いらないでしょう。ありがとうございます。では魔法の絨毯を差し上げます。おやめくださいまし、ニコラ様。あら、ご先祖様の大切な遺産をどうしてたやすく他人に譲ってしまわれるのですか。と、口出ししないでくれ。彼らは勇敢な冒険者だ。きっと英雄を復活させてくれると。いけません、ニコラ様。どうせまた同じ結果になるのは目に見えています。お前は黙っててくれ。僕は彼らにかけてみたい。皆さん、これが魔法の絨毯です。どうぞお受け取りください。と、あ、よかった。もうてっきりメイドさんにやられるかなと思っちゃった。ではよろしく頼みます。必ずで封印された英雄を復活させてください。一緒に行きませんか。と言いたいところなんですけどね。ああ、魔法の絨毯手に入れましたよ。おお、しかも宝箱、なんて不用心な。もうこれただ私はただの暗嵐だね。うわ、空っぽか。よかった。いや、石あれかなと思っちゃった。お、命の石。おお、命の石ね。ちょっと命の石を私が持っておくべきだよね。それでどっかで売ってたよね、命の石ね。早くザオラル覚えないかな。もう一回見たら何かあるとか。おお、あ、出口もあるんだ。どこ、これ。おお、おお、どこ出んのこれ。あ、おー、なるほど。まずここは近道できるんだね。ほうほう、よくできてないからず。さあ、もう一回話しかけてみましょうか。その様子ではまだ村の外で魔法の絨毯を使っていないようですね。旅の方、どうかこの先何があってもニコラ様を責めないでくださいまし。え、あの方も悪気があってやっていることでは。え、
ういうことニコラさん、なんですってまだ魔法の絨毯を使っていないんですか。僕なんかに話しかけてる暇があったら早く村の外で魔法絨毯に乗ってみてくださいと。なんか嫌な予感がしてきた。はい、低いところを飛んでいけるっていけるってあの疑問符になってね。しかし絨毯に乗っても飛ぶことはできなかったとやられちゃったよ。キームカツコはね、私たちは騙されたのよ、ニコラにコケにされたのよと。こんな絨毯なんかどう上に売っちゃいなさいよと。そうすれば少しはお金の足しになるでしょうよ。本当だったら来ちゃうわと。ああもう今の私の、ね、気持ちを代弁してくれましたね、マリオさんね。どういうことこれと。ああどうやら魔法の絨毯に乗ってみたようですね。皆さんのお怒りはごもっともです。でもどうかニコラ様に手を挙げるようなことだけはしないでくださいましと。ではです、皆さん魔法の絨毯に乗って空を飛ぶことができましたか。できねえよ。飛べませんでしたか。ならあなた方がこれを持っていても無駄ですね。魔法の絨毯は返してもらいますよと。ニコラはあちたちから魔法の絨毯を取り上げたと。最初に言っておきますがね、偽物を渡して皆さんを騙そうとしたんじゃありませんと。あなた方がこれに乗って飛べなかったとしても断じてこの絨毯は本物なんだと。ああ怒っちゃったまたどこ行ったんだあの人あれなんだい。お待ちください皆さん、どうかニコラ様を悪く思わないでと。あの方は騙そうとしてあの魔法の絨毯を渡したわけではないのです。絨毯を渡されたほとんどの冒険者はニコラ様を嘘つきと罵りました。もういい加減にニコラ様も英雄のことなど諦めてくれればいいのに。またいつものように放物庫でうじうじ悩んでるのかしら。私が言っても怒るだけだし。そうだわ皆さん、ニコラ様の様子を見てきて私に伝えてくれませんか。なんだかいつもより落ち込んでるみたいで私心配なんですと。ああお使いなんだね。どう行けって言ったかな。あここじゃないね。でこっちがビューっと行って、おっとこの辺だったよね。あこ、あいたね、よかった。すごいよね、部屋の中に井戸があるっていうのがすごいよねこれね。え井戸あるよ。あんなの落ちたら大怪我するからね。どうしてだろう、なんでみんな絨毯を偽物呼ばわりするんだ。かといって僕がこれに乗って英雄を探しに行くわけにはいかないし、いやもう父さんはいない、もう僕を引き止める者はここにはいないんだと。でもやっぱりダメだ、死んだ父さんと交わした約束を破ることはできない。村を離れるか、離れるなか、破れないと分かっていて約束させるなんてずるいよと。あなるほどね。何ですか、もうあなた方はこの僕に何の用もないはずでしょう。一つだけ言っておきますが、騙そうなんて気持ちはこれっぽっちもなかった。多分あなた方が魔法の絨毯に選ばれなかっただけですと。あそれだけなんだね。じゃあこれを彼女に伝えましょうか。よいしょ。まあこっちはね、もうただでもらえるもんが当たらなかっただけなんで損害はありませんからね。はい、そうですか、ニコラ様ったらお父上と交わされた約束をまだ気にしていたのねと。知らせてくれてありがとう。今までニコラ様のもとを訪れた旅人とは違って皆さんはお優しいのねと。そんな皆さんになら真実をお話ししてもいいでしょうと。実はニコラ様が持っている魔法の絨毯は偽物で、本物は私が隠したのです。はい、ニコラ様のお父上に命じられ本物を偽物とすり替えたのですが、なんだよニコラさんピエロじゃない良かれと思ってやったことがかえってニコラ様を苦しめる結果になってしまった。ですからこの際真実を話してニコラ様に英雄探しを諦めてもらおうと思うんですと。だけど魔法の絨毯が手元にあってはニコラ様も決心がつかないでしょう。そこで皆さんに本物の魔法の絨毯をお譲りしたいと思います。ただし人魚の月という宝を持ってこられたらの話です。あ出てきたね途中でね。子供の頃ニコラ様と、本で読んだんです。海の底に沈んだ都市があると。海に沈んだその都市には人魚の月と呼ばれる宝石があったそうなんです。皆さんが人魚の月を手にするほどの優れた冒険者であると分かれば、その時私が隠した本物の魔法の絨毯をお譲りいたします。おー、え持ってんのもう。おい、ああ持ってないわね見せますかってきたから持ってんのかなと思っちゃった。さすがに持ってないよね。うん、
もうない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 、あーびっくりしちゃった。ということで、次にやることがおおよそまた見えてきましたね。まあ、次というか、いやあのメイドさんびっくりしちゃった。本物持ってニコラさんがちょっとかわいそうだったけどね。もうそれは気に病んでんでしょうね。あれこんなんだったっけ。あ、これすると絨毯で行くんだ。なるほどね。で、私は、南に向かってあの島に行けばいいんだね。というわけで、この辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト7終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。